函館市の植物園では猿が温泉に浸かる姿が訪れた人を楽しませています。湯気が立ち込める温泉に入って思わずうっとり。函館市熱帯植物園では湯の川温泉から引いた露天風呂に猿が浸かる猿山温泉が人気を集めています。訪れた人たちは園内で販売されている餌をあげながら気持ちよさそうに湯に浸かる猿の姿を見て楽しんでいました。すっごく可愛いです。なんかあったかいんだなって、あったかいところが好きなんだなって。なんか気持ちよさそうだ。人みたいにお風呂に入って面白い。寒いですね。猿が一番好むとされる41度に設定された露天風呂。温泉の湯はゴールデンウィーク頃まで引かれるということです。